おはようございます。今朝は4月3日の7時23分です。ということで、ちょっと風があんまりよろしくないというか、喉が痛いんでちょっと怪しいんですけど、まあちょっと休むのはあれなんで、今日はちょっと一日頑張っていきたいと思います。はい、ということで行ってまいります。はい、ただいま4月3日の6時7分になりました。というところで今仕事から帰ってきたんですけど、今日ちょっと風っぽくてあんまり調子が良くなかったんですが、今結構調子が悪いですね。だんだん調子が悪くなってきて、まあとりあえずは一日休んで、というか、今日残り時間ゆっくりして、まあ明日厳しかったら休もうかなというぐらいですね。はい、ということで、今日はとりあえずは特に金魚たちに異変はないので、あったかなと思います。おはようございます。今朝は4月4日7時35分です。早速もう行かないと間に合わないんで行ってまいりたいと思います。はい、たった今仕事から帰ってまいりまして、こちら、はい、ランチュウ君の結構大きいですよ。これは12センチ、3センチぐらいありますね。値段1500円でした。多分かなり安いと思いますので、即買ってしまいました。はい、ということで、これを早速ですね、水に浮かべていきたいと思います。えい。はい、まあ、このような形でですね、まあ、金魚を最初に買ってきたらすぐに入れてしまうのではなくて、水慣らしが必要です。そして、このランチュウ君の大きいのはですね、以前小さい十何匹か買ったあの例のお店で買ってきたんですけども、とりあえずですね、まあやっぱり1年未満の個体は本当に死にやすいということが、まあ、イメージづきましたんで、まあこの大きい個体ですから多分3、4年は経ってるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり3、4年生きている金魚っていうのはそれなりに強いと思いますので、そこに期待ですね。はい、ということで、金魚を買ってまいりました。4月4日時刻は今6時10分です。はい、ということで水慣らしをして後で解放したいと思います。はい、先ほどから1時間ほど経ちましたんで、そろそろ離していきたいと思います。さあ、とりあえず穴を開けまして、そして旅立ってください。えい。はい、こんな感じで大きいですね。なんとか馴染んでうまいことやってくれればいいです。はい、ということで、元気にやってくださいというところです。はい、まあ、先ほど放ったばっかりなんですが、この橋の方に行ってずっとうずくまってしまいましたね。まあ多分慣れないからそんな感じなんでしょうけども、やはりかなり大きいです。水作 8S と大きさがほとんど同じぐらいですから、まあ他のこの赤いオレンジ君たちとも比べてもだいぶ大きいんですよね。まあとにかく、まあ早く馴染んで元気にやってほしいなと思うばかりですね。はい、おはようございます。今朝は4月5日7時14分朝ですね。ランチュウ君はちゃんと生きているようです。はい、大きいですね、これはかなり。はい、ということで今日は水曜日の朝なんで行ってまいりたいと思います。はい、ただいま4月5日、時刻は夕方5時32分ですね。今日は、まあ、農山行デーということでかなり早めに終わって帰ってきました。そういうことでまた金魚買ってきました。昨日の店でですね、またもや同じくランチュウの大きいやつを買ってきました。昨日買ったランチュウ君はなんか若干馴染んでいるように見えました。で、この橋の下に隠れることを覚えたようですね。はい、ということで新しくまた買ってきましたので、2匹目ということです。1500円でした。
はい、ということで今日は早めに帰ってこれたんで、まあ、ゆっくりしたいと思います。はい、こちら昨日買ったランチュウ君が泳ぎ回っております。マジででかいしかなり可愛らしいですね。これはいやーでかい。ということで、今日買ってきた新しいランチュウ君をちょっと話していきたいと思います。よいしょ、オープン。よっしゃ、よし、頑張れ。あら、はい、オープンしました。まあ大きさはちょっとこっちの方がちっちゃいんですけど、頭が白くてブクブクがちょうど、まあ肉流というやつが白なんですよね。まあまあランチュウはやっぱりこうプリプリした感じがすごく可愛らしいというか、これは昨日買ってきたやつなんですけど、もう一個の方は今この影に隠れてしまっていて、まあ、動きはかなり鈍いですね。まあでも本当に立派な個体だなと思います。はい、ということで最後ちょっと話して終わろうかと思いますけど、まあやっぱりこう買ってきた時は本当にああいいな可愛いなってなるんですけど、まあ早ければ本当1ヶ月とかで死んでしまう個体もいるし、まあ今ここで元気に泳いでいる何十匹か20匹ぐらい今いる金魚たちも、まあ少なくとも数年も経てばですね、ほとんど死んでしまうのかなと思うと、やっぱりまあ悲しいなという思いがあります。本当に世の中というのはいいことばっかりじゃないし、楽しいことばっかりでもないと思います。嫌なことの方がむしろ印象に残るんで、やっぱり世の中って嫌なことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ、しかしその中で私たちは何を考えて生きていかなければいけないのか、何を考えなければいけないのか、まあ、そのあたりをですね探すのが、まあ、人生なのかなと、まあ、思います。こうして2匹大きい金魚買ってきて、いや可愛いなで済めばいいんですけどね。はい、ということで以上にしたいと思います。元気に育ってほしいなと思います。おはようございます。今朝は4月6日木曜日朝7時14分です。どうもランチュウ君たちがなんか暴れてるというかいじめられてるように見えるんですけど、この昨日買ってきたちょっとちっちゃい方ですね、追いかけられて金魚にも入れました。こんなに大きいのに追いかけられたらちょっと厳しいですね。はい、ということで今日は木曜日なんでね、また一日頑張っていきたいと思います。はい、ただいま5時50分です。今日も割と早めに帰ってきたところなんですが、ランチュウ君たちは元気に仲良くしていてくれればいいんですけどね。まあなんか昨日追いかけ回してたんでどうかなと思ったところですが、まあ今のところ大きな問題はなさそうですね。はい、ということでちょっと今日夕方ぐらいからちょっと風邪をひいたような感じになっていますが、今のところ特別何か悪いということはないんですけど、これは油断するとちょっと怪しいなというそんな雰囲気がありますね。はい、ということで今日はちょっと早めに餌をあげてですね、さっさと、ゆっくりしたいと思います。はい、ランチュウ君を見に来ました。いやー、この大きいランチュウは本当に見事ですね。いやー素晴らしい、やっぱり可愛いなと思いますね。とりあえず、今4月6日の9時半なんですけど、今日ちょっと風の調子があんまり良くない、体がちょっとだるい感じですね。なのでまあ明日1日行けば土日だから、まあどうにかなるかなとは思うんですけどね。いやーにしても見事なランチュウですね。これ1500円っていうのは相当安いと思います。多分これまともに買ったら多分
1万円ぐらいするんじゃないかなと思うんですけどね。色合いも美しいですし、あの体もすごく綺麗だし、まあやっぱ上手に、きちっとですね育っていきたいなと思いますが、はい、ということで、今日は早めに寝ようかなと思います。おはようございます。今朝は4月7日金曜日朝7時11分ですね、ということです。アンチュー君たちは元気ということで、そこまずででかい、はい、他の金魚たちも元気しておりますよというところです。今週はちょっと水をちゃんと変えなきゃいけないですね。はい、ということで行ってまいります。はい、ただいま4月7日の夕方5時30分ですね。まあちょっとまあ最近はですね、早めに帰れるような措置が、社内でありましたんで、早く帰ってきております。まあ例えばまあ今日5時に帰ってきましたけども、5時に帰るのか、やっぱり6時まで残ってそこから帰るのかっていうので、全然やっぱりテンションが違うし、感覚がやっぱ全然違うなというふうに、まあ、改めて思いました。まあ仕事の時間が短くなるということがですね、全体的な意味で、良し悪しっていうのははっきり分からないんですけども、いろんな影響がいろんなところにあると思いますので、なんとも言えないんですが、ただまあ、とりあえずこうして早く帰ってこれることは、まあ私自身にとってはかなり、まあ、プラスに働くんではないかなと思っています。まあ自分の時間がたくさん取れるということは非常に良いことなので、まあ、そのあたりを上手に、まあ利用しながらですね、プラスに、つなげていきたいかなと思っています。ということなんで、今日は金曜日ですから、明日明後日一応休みです。でやりたいことがですね、まあ、試験 の、まあ、勉強っていうのはちょっとまあ落ち着きましたから、まあ、それを、その分別のことができるというふうに考えていろいろやろうと思ってるんですけど、やりたいことが相当いっぱいあるんで、その辺をですねしっかり進めていこうかなと思っているところです。はい、ということで、今からちょっとゆっくりしながらですね、今日の残りの時間を過ごしていきたいと思います。金魚見て、金魚。こっちこっち。こっちこっち。金魚。おはようございます。今朝は4月8日土曜日朝8時52分です。まあ、さっきまで、ちょっとまあ朝起きてダラダラしていたところなんですが、とりあえずランチュー君たちは元気しています。なんか若干争いがあるような感じには見えるんですが、まあ元気はしていますよということです。まあ、とりあえず今日土曜日朝なんで、まあ今日はいろいろやりたいことやろうかなと思ってはいるんですけど、若干風邪っぽいというか、まあそんな感じですね。で明日日曜日はちょっと手伝いを結構しなきゃいけないみたいなんで、まあ、今日が、まあ、すごい重要な日かなというところです。今日はですね、もう天気がものすごく良くて、でやっぱり冬が明けて春になってみると分かるんですけど、この頃の日差しってかなり明るいんですよね。強烈な日差しというか、なんでしょうね、やっぱりこう年を重ねると
日差しが強いとか光が多いとかそういうのがなんか分かるようになってきてですね、でよくその夏の8月が一番紫外線が多いんじゃなくて、だいたい5月が一番紫外線が多いですよとか、まあ、そういう話っていうのはいつからか知ってたんですけど、その感じがよく分かるというか、なんかこう光の量がなんかこう威圧感があるというか、そういう感じがしますね。はい、まあ、それに合わせて言うと、私は昔20代の頃5月ぐらいになるとすごく頭が痛くなるっていう、そういう体質になっていたんですけど、まあ、その原因は多分その辺りにあるんじゃないかなというのを感じました。はい、ということで、まあ、今日土曜日でやることはちょっといっぱいありますんで、そういうことをやっていきたいと思っております。おはようございます。今朝は4月9日朝8時28分です。今日日曜日の朝です。天気が非常に良くて、すごくこう、まあ、健やかな朝という感じなんですけど、実はずっと風邪気味なんですよね。先週の日曜も風邪気味で、今日も風邪気味ですから、なんでしょうね、やっぱこの時期は悪いんでしょうね。はい、ということで金魚くんたちも一応今パッと見た感じは元気ですよというところです。だからまあバタバタ金魚が死んでいくのはやっぱり、まあ、金魚の中でもやっぱこの時期は風邪をひきやすいのか、まあ、そういう体調崩しやすいっていうところから、まあ、死に直結してるのかなとかも思ったりしますが、まあ、とりあえず私も風邪をひいておりまして、で今からちょっと手伝いをしに行かなきゃいけないんで、人動きというか、まあ、結構ハードな運動をしなきゃいけないんですよね。はい、まあ、そういったところですね。で、今日は一応水をですね、昨日のうちにこっちのダルマリュウキンは何回か水替えをしております。でこっちはちょっとまだ何もしてないぐらいなんで、水替え、マットの変更とかをしていこうかなと思っています。まあ、露材はまだ、ろ過装置はまだそんなにそこまで汚れてはないと思うんですけど、まあ、ちょっと余裕があればやろうかなと思っております。で、まあ、この最近は麻雀にかなりハマっていてすごく楽しいんで、麻雀の、まあ、動画の編集したやつをですね、チェックしながら、まあ、手伝いをしながら、まあ、そういう過ごし方をしていこうかなと。で多分体調はあんまり良くないんで、あんまり無理はしすまいと思っているところですね。はい、それでは、今からもうちょっとして手伝いをしに行きたいと思います。はい、ということで今日は4月9日4時の16分です。まあ、手伝いが終わってですね、非常にクタクタになってしまいまして、で、一応一段落終わりましたんで、まあ、とりあえず撮っております。まあ、ランチュー君たちが集まっていますね。はい、やっぱり可愛いですね。この大きいランチュー君はすごく気に入りました。まあ、これ1500円はかなり安かったと思います。はい、まあいや、まあ、やっぱり眺めるごとにですね、素晴らしいなと思いますね。やっぱり大きい個体っていうのは魅力がありますね。はい、そして今日はもう日曜日の夕方ですから、まあ、あとはまあゆっくり過ごしていこうかなと思うところですね。はい、ということで、まあ、一応水槽は水替えは一応終わりました。水替えは一応したんで、ろ過装置はまあまだいいかなと思いますから、このままにして、で、まあ、とりあえずはあとはゆっくりしようかなと思います。